はい、どうも皆さん、こんにちは、ツナキャップでございます。はい、今回はね、新実況というかね、僕がマインクラフト以外の動画を出すのは初めて、ちょっと犬がうるさいんですけど、まあ、今回ね、マイクラ以外の動画っていうか、初めてやっていくこのゲーム、次の日、まあね、ホラーゲームなんですけど、なぜこの時期にやったか、自分でもちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず、ハロウィンがあるということで、まあ、ハロウィンイコールお化け、お化けイコール次の日ということでね、無理やりですけど、やっていきたいと思います。ではね、もう早速始めていきましょう。次の日。はい。まあ、適当にね、ホラーゲーで調べて一番上にあったんで、はい、これにさせていただきました。ではやっていきましょう。あのね、自分ホラーゲービビらない人間なんで、ちょっと音をね、マックスにして、いや、マックスじゃないんですけど、まあ、めっちゃ高くして、で画面にめっちゃ顔近づけてやりますね。はい、これでやっとビビれるぐらいかな。まあまあまあ、自分本当にホラー引っかからないっつうか、びっくりしないんで、あんまりね、まあ多分ですけどはい、腹減ったな、早く家に帰りなさい、お母ちゃんが待ってるわよ、早く帰ろうっと、早く帰ろうととか言いながらね、これ歩く設定ができないっていうね。おっそう、この人歩くの。なんかめっちゃ死にそうな顔してるよね、この人。おお、音でかい、音でかい、音でかい。俺はもう見えてしまった。あ、ちなみに初見プレイです。左に誰か、じゃあ左じゃないね。この人から見たら右に誰かいること。あ、消えた。歩くの遅い。これこっち行けないの、てか戻れないっていうね、まずこっちしか行けないっていう。ここでカメラが止まる。あ、これ勝手に歩いてちゃったし、おおなんとも反応がしづらい、この音、この音キモい、すっげえってドブみたいな音したらまた同じ道か、また同じ道帰るのか、なんかだるいなぁ。せや、いじめあってそうな顔してるもん。なんか、風邪かなぁ。そっち。いや、多分いじめられて精神的に病んでるんだよ。ほんと、もう死にそうだもん。学校を楽しんでない人みたいだよ。まあ、楽しくはないけどさ。顔近い、近い、近い、近い。もう、怖いわ、あの顔。お化け出てきそう。お化けじゃないわ、夢に出てきそう。止まっていく。ちょ、気づけよ、このこいつ、こいつ俺が今こっちに向くように設定じゃなくてやってあげてるのにね、向いてくれないんだよこいつ。ほんと反抗期向けばね、何かあるかもしれないの。あ、ちなみにこれはね、結構長いっていうか、これが1話ってことなんだらしいけど、3話まであるらしいんで、はい、まあね、結構長い実況になるかと思います。はい、で1回はだいたい10分ぐらい、てん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 、なんか頭痛い、これ風邪だね、風邪の症状出てるわ。おお、ちょ、怖っ、普通に怖えわこれ。スルーしていくこの人いつも同じ方向しか見ねえな。キョロジュになればいいの。待って、暗い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 、なんか暗いんだけど。後戻りはできないと、そういうことですね。めっちゃ暗いじゃんここ、わかれよ、怪しいでしょ。あ、止まった、あれあれ、てん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 、なんか来るかな、変なの今まで気づかなかったのか、何今更気づくのかね。と、音がさ、めっちゃ重低音っていうか、耳にくる。怖いというより正直うるさい正直うるさい。次の日、このなんかゲロじゃないわ、うんこ流す時のね、音みたいなのやめてほしいよね。ちょっと怖いんだけど、肩が重いこの人ネガティブだな、うん。めっちゃネガティブじゃん。おお、肩にひっついてるよ。肩にひっついてるよ。
こっち向くなよ。そのなんか目が節穴みたいなので、もう真っ暗じゃんここ。暗い。絶対なんか出そう。ちょ俺マジフラッシュ系は無理。フラッシュ系はビビる。来るなよ。お、あ、初対面ですね。こんにちは。おーい、寒気が。音でけえとやっぱ怖え。ホラゲってやっぱ音を大きくしてやるもんですね。あ、皆さんにもこの怖さをね分かっていただくために、次の日まあね、音なるべく大きく編集でやっておきます。多分もう音元からでかいと思うんですけど、次の日。赤い中二病だよ。顔が言ってるよこいつ。この世界に魂ないみたいに。やばいね。なんでこの道を通った。めっちゃなんかやばいんだけど。いじめられて、学校からいじめられてもう死にそうな人みたいじゃん。この学校でいじめられたネタやめよう。暗すぎ。これまさか何もないやつ。誰も出てこなかったんだけど。今ので終わり。話の内容理解できないんだけど。ちょっと待って。え、どういうこと。え。待って、あっこにお化けが出てきて捕まえられて向こうの世界に行っちゃった的な感じで考えていいのかな。ちょっとよく分かんなかったっていうか、短くない一応。これなら3パート3ぐらいで終わるかもしれないです、もしかしたら。はい、まあ、というわけで今回初のホラーゲーム実況、今回なんかめっちゃ短かったんだけど、まあいっか。はい、まあね、これホラーゲーで調べたら一番上に出てくるんで、ぜひやってみてください。ってか詳細欄に貼っとくと思います、ダウンロードリンク。ぜひ皆さんもやってみてください。それではまた会いましょう。さようなら。